皆さんこんばんは、高戸浅です。緊急事態宣言出てからずっと家の中にいます。で、もっといろんな動画撮りたいんですけど、やっぱ外出れないからなかなか撮れなくて、で、今日なんですけど、今日はパンケーキ作ります。パンケーキって言っても、ただ僕がパンケーキ作ってる動画つまんないし、だったらもうせっかくだし、プロテインパンケーキよくあるじゃないですか。ビルダーの方とか格闘家の方とか載せてるかもしれないですけど、僕一回も作ったことなくて、プロテインパンケーキとは。だから、まあ今できることということでやってみます。で、今日使っていくのがこのプロテインなんですけど、まあ、僕このプロテインしか飲まないんですよ。で、カフェオレ味なんですけど、まあ、このカフェオレ味でもうまくできるのかっていうのも、試していきます。じゃあ作っていきます。ゴー。今日の材料は卵2つとこのブルガリアヨーグルトとプロテイン、さっき言ったプロテインと牛乳、あとなんか家にこれあったんで、これなんだろう、いや、おやつ作るやつ、ホットケーキミックスらしいけど、これ使います。混ぜます。とりあえず混ぜて焼く、それだけです。じゃあいきます。初めてだから作り方知らないけど、とりあえず卵でしょ、次がヨーグルトね。ヨーグルトどんぐらいだろう、こんぐらい。もう全部僕適当に入れてきちゃうん で、このカフェオレ味プロテイン、ちょっと足りなかったら後で足しますわ。で、これをマジでちょびっとだけ入れる。で、さっきのこれホットケーキミックス、おやついいんかい。頼もう。これ大丈夫かな、これ。なんかこれ硬い気がするんだよな。硬い気がする。すげえねちょねちょ、すごいねちょねちょだけど、粘り気がすごいこれ。まあでもとりあえずトロトロするまで混ぜます。カフェオレの匂いがすごい。混ぜてるんだけど、これめっちゃ混ぜますわ。あ、結構なんか見えねえな。結構なんかほら良さげじゃない？どう？これでいこう。やべ、取り忘れてた。完全に取り忘れてた。わ、最悪だわ。取ってなかったわ。最悪。取ってなかった。入れるところ。まあ、このままやります。今混ぜたのを、このフライパンに入れたんですね。そっからっすね。うん。フライパン入れてこんな感じ、今。で、これで今、待ってる状態です。ちょっと一回、見てみますか、ちょっと。あ、いい感じ。でもなんか固まってね。例えば今日かな、気まぐれクックさんがパンケーキ、ホットケーキ焼いてんのをツイッターに上げてたんですけど、めちゃくちゃ綺麗だったんですね。やっぱなんか違うね、レベルが。
トップ YouTuber 違うわ。魚さばくだけじゃなくて他のこともできるんだね。すげえ膨らんできた。これ焼けてんのかな、これ大丈夫か。いい匂い。長い。もう早く食べたいよ。なんかさっきより膨らんできた気がする。気のせい。うわ、パンパンに膨れ上がってる。パンパンだよ。そろそろいけんじゃん。あ、いけそう、いけそう。一応見てこれ、ほら、いけそうだよ、いけそうだよ。どうやんだよこれ。止まるぜよ。ほいってやってみるよ。ほいって、もう、いやこれ返した方がいいな、ちゃんと。怖い怖い怖い。いやこれ冒険できねえよ、どうしよう。重たっ。もうちょっとでかい。あ、来た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 。せーの。うわー、どうすかこれ、これこれどうすかこれ。マジ絶対完璧だよ。びっくりだよ。このまま焼く。そしてここに盛り付けていくんですけど、あー綺麗。こっちの方がいい。どっち側の方がいいか。こっち側でいい。こっち側でいい。こっち側にしようか。最初焼いた方。ということで焼き上がりがこちら。どうすか。うまそうでしょ。仕上げにメープルシロップかけます。わお。メープルシロップ、よいしょ。飲んでいいか、あんまつけすぎるからね。完成でございます。こんな感じ。どう、美味しそうでしょ。これこれがプロテインパンケーキになります。食べていきたいと思います。いただきます。いやちょっとどうだろうな。あ、バター塗ってない。バターいいか。もうなんか中身はそんな結構普通に、ほらパンケーキ。あ、なんか平べってえな。じゃあちょっと一口。パンケーキ、パンケーキの部類に入るのかな、これは。これはヨーグルトと牛乳入れすぎだ、これ。ヨーグルトかな。うまい。味はうまい。今日ちょっと食感がちょっとなんだろう、ちょっとねちょねちょしてるっていうか、プロテインがつかないな。今食べます。太りそう。この前減量食とかやつは今回なんかこう太りそうやな、これ。ごちそうさまでした。完食です。はい、プロテインパンケーキ初めて作って食べました。いやー、なんか思ったと思ってたな。なんかもうちょっとパンケーキっぽいのを考えてたんだけど、ちょっと近かったな。まあ味はまあ十分いいと思いますし、
カフェオレの味がね、ちょっと弱かったから、もうちょっとプロテイン用かな。でも入れすぎだよな、結構入れたわよ、2杯も入れたから。ちょっと今度は、次はちゃんと測って作った方がいいですね。この前の原料食、高遠麺も作って食べてみたって言ってくれる人はいたんで、またこういう食事、柔道家の男飯みたいな。じゃあまた次の動画で、バイバイ。